ソはスペイン語で桜を指す言葉で、桜は大阪の鹿でもあります。チームカラーもそれに合わせてピンクです。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-4-2 ですね。4人のディフェンスラインの前にアンカーを置くシステムです。柿谷サイドをえぐった。柿谷山口柿谷これは見事に奪いました。水沼コーターサイドを変えます。横へ展開をします。中にクロスが入った。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。戻します。柿谷陽一郎サポートを使いますか。ソウザ細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。高橋芳樹川野博樹ボールを強引に切り崩してきた。山口蛍水沼孝太ボールを運びゴールに襲いかかります。荒川力さあスタジアムのテンションが上がります。あっとキム・ジンヒョン出しどころが見つからないか。コーナーのチャンスです。勝ち越しゴールを決められるでしょうか。ボールを入れた。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。いい形でゴール前まで持ってきました。水沼コーター。柿谷振り抜いた。キーパーが取ります。サイドチェンジしました。川野博樹豊田洋平高橋芳樹危険な位置です。緊張感が増してきます。真ん中にクロスを上げた。打った。あまり強いシュートではありません。楽々セーブしました。頭でつなぎます。川野博樹ボールを運びゴールに襲いかかります。カットしました。ここはどうするでしょうか。前半終了で0-0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。前半が終了しています。ここまでのスタッツはほぼ互角です。福西さん、前半を振り返っていかがですか。後半戦キックオフ。
川野博樹。いいカットです。ボールを奪いました。山口蛍。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ルーズボールになっています。ここはサガンのコーナーキックです。これはあるか。このコーナーは合いません。チャンスにはなりませんでした。柿谷陽一郎、激しくぶつかっています。原川力、藤田正人。さあスタジアムのテンションが上がります。福田明人、打った。先制ゴールなるかと思われましたが入りません。リードして試合を楽に進めたいですよね。こういうミスは後で響くかもしれません。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いいボールでしたがここはクリア。ソーザ、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスを中央に入れた。いいボールを入れてきましたがここはクリア。ここで網にかかる。福田明人、高橋芳樹、豊田洋平、小野裕二。危険な位置です。緊張感が増してきます。素晴らしいパス。残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたがついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。キーパーはなすすべがありません。至近距離からのシュートです。ゴール前での落ち着きが光りますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。待望の先制点が入りました。山口蛍。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ゴールが決まった。軽率な失点でしたね。点を取った直後には気持ちが緩みがちですが、そこを突かれました。果敢な攻め上がりから得点を奪いました。ディフェンダーながら攻撃力のある選手です。相手はマークしきれませんでしたね。違うアングルから見てみましょう。選手交代があるようです。
キム・ミンヒョク、高橋よしき、これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。ボールを運びゴールに襲いかかります。中の選手にクロスを入れた。どこに合わせてくるでしょうか。膠着状態を打ち破るつもりですね。ここで切り札投入です。いい判断だと思います。期待したいですね。ボールを入れた。このボールは相手にクリアされました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。勝負はまだまだ分かりません。さあスタジアムのテンションが上がります。ここはしっかりクリアされました。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。中央にクロスが上がった。中央へのボールはクリアされました。見事な視野です。いい形で豊田洋平。試合終了間際、待ち望んでいた勝ち越し点が入りました。非常に見応えのある接戦でしたが、試合を決定づける値千金のゴールです。ついにリード、勝利が見えてきました。この土壇場でのゴールは大きいですね。あとは残り時間をどうプレーするかです。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね、これはちょっともうな